東京スタイリッシュスポーツラジオ。こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組では初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。東京スタイリッシュスポーツラジオ、今回のテーマはディスクゴルフをやってみようと題して、お送りしたいと思います。なんか漠然としたお題ですが、はい、前回の放送で、魅力を私たち語りましたよね、はい、ディスクゴルフ、はいはいはい、で、ああやりたいなと思った方がいらっしゃると思うんですけども、はい、実際じゃあディスクゴルフどうすればいいんだ、どこでディスクを買ってどういう風にしたらいいのかっていうのはちょっと伝わりにくかったと思うので、まず実際にコースで投げないことにはディスクゴルフどういうものかわからないと思うので、はい、あれですね、普通のボールゴルフがこうコースで、そうですね、全く同じイメージで持っていただいて、はい、ただプレーフィーとかがほとんどかからない場所が多いので、はい、プレーフィーというのはあの料金が、そうですね、はい、意外に無料でできちゃったりとかいうのが多いので、はいはい、でコースについてはですね、はい、皆さん最寄りのコースを調べるときは、はい、日本ディスクゴルフ協会のホームページ、はい、Yahoo でも Google でも構いません、日本ディスクゴルフ協会と入れていただいて、はい、そこの中に、コースの案内がありますので、はい、そこのページ見ていただけるとご自宅から最寄りのコースを探せると思います、はい、まあ、各県というか、まあ、それぞれ近くに、そうですね、各県にコースもあるので、はい、ぜひ見ていただいて、はい、わかりました、ご覧ください。はい、それでは実際にディスクを投げてみたいという方で、はい、どんなディスクをどうすればいいんだという話なんですが、まずおすすめのものとしては、はい、パター系のディスクが1枚、はい、実際はね、最初はパター系のディスク1枚あれば十分プレーは楽しめるので、前回の放送でもありましたが、その魅力の一つとして、はい、その手軽でパター1枚あればコースも荒れちゃうよっていうのがディスクゴルフの魅力でもあると思うんですが、はい、あともうちょっとやってみたいなと思う方は、はい、ミッドレンジ系の、あまり飛ばないですね、ドライバーミッドレンジのディスクを1枚持っているといいと思います、はい、パターというかゴルフの、用語で言うと本当にね、ちょんと、はい、本当に近距離で投げるっていうようなイメージなんですけども、はいはい、実際どうなんですかね、最初の初めてやった方でも、はい、多分30メートルぐらいであれば、はい、パターで十分楽しめると思うんですね、逆に、実際飛ぶディスク、ウルトラレンジっていう風に分類されているディスクがあるんですが、はい、じゃあ初めて投げるビギナーの方が、パターをとそのウルトラレンジ実際に飛ぶ距離が違うかっていうと、実はパターの方が飛んだりするんですね。ああ、なるほど、そうですか、はい、それはなぜかというと、そのウルトラレンジとか長いディスクっていうのは、比較的ディスクに癖が強いので、はい、大きく曲がってしまうっていう、私なんかだけどぐーっと左に曲がっちゃうっていうのは、そうですね、はい、コントロールがしにくかったり、実際にはすごく癖が強いんで飛ばなかったりするんですね、はい、なので最初に始める方は、パターとやはりミッドレンジ系のディスクが1枚あると十分に楽しめると思います、はい、むしろそちらの方がおすすめですね。なるほど、はい、私も最初の方に使ったのがエビアのパターですね、はい、あとは、ミッドレンジでいうとロックなんか代表的なところですけど、いかがですか。そうです、私がもちろんね、はい、紹介して始めたんでそういうことにはなったと思うんですが、はい、そうですね、私も実際はそうでした。パター系のディスク1枚持って最初コースに行ったのを覚えてるので、パターだけでパターで行きましたね、それで十分に楽しめて、その後にだん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 距離を伸ばしていったっていう感じなので、はい、まずゲームを楽しむ、あと上手くなるっていう部分でもですね、その基本はパター系ミッドレンジ系になると思うので、はい、そちらのディスクはおすすめです、はい、ということで、まずこれからやりたいという方は、パターあとミッドレンジの1枚ずつあれば、ね、そうですね、ディスクがいいかなと思いますが、あと今度は服装ですね。なんか例えば、ね、シャツとか、ね、うんうん、革靴でとかってはなかなかコースはいけないと思うんで、どんな格好がおすすめなのかという、基本的には初めての方は動きやすい運動できる格好で構わないと思います、はい、ただその競技会に出てったり、はい、ちょっとディスクゴルフをおしゃれにやりたいななんて思ったりすると、はい、スポーツウェアになりますね、はい、そうすると
今私なんかが競技会で試合や世界に出るときに着ているのは、ヒーローさんのホームページで見ていただけると分かるんですが、はい、ディスクゴルフウェアっていうのがちょっとあるので、それをチェックしていただくと、まあ、特にやっぱ形から入る人多いですからね。そうですよね。最近おしゃれなスポーツ流行ってますからね、はい、ぜひあのヒーローさんのホームページでディスクゴルフのシャツなんか1枚あると、はい、大会の記念のシャツなどもありますからね。ああ、そうですか。あ、まあ、はい、いいと思いますよ。ちなみにあの T2 のおすすめのアパレル関係は何かありますか？私が、今年好きで、はい、着ているのはパンツだとあのチャムスっていうアウトドアのメーカーが、はい、あのおしゃれなメーカーがあるんですね。いろいろ色を使ったり模様を使ったすごくおしゃれなメーカーがあるのと、はい、あとやっぱりシューズはですね、はい、今年、まあ、これは最新で本当に1ヶ月前ぐらいに出たばっかりなんですけど、ほうほうほう、世界初ディスクゴルフ専用シューズという、すごいですね、はい、はあ、あのキーンから発売されました、はい、で男女はあの色が違うので、すごくおしゃれな作りになっているのと、ディスクゴルフのエンブレムなんかが入ってたりする、ね、あ、そうなんですか、はい、あとはその、はい、ディスクゴルフのために設計をされているので、はい、かかとの部分で回りやすい設計になっていたりとか、その靴のソールの部分を丈夫に作ってある、はい、ディスクゴルフの動きを考えて作ってるシューズなので、はい、これはもうおすすめですね。なるほど。じゃあちょっとチオティもお金を貯めて金のシューズ、ね、この間サンダル買いましたからね、ぜひぜひ、はい、シューズ買いたいと思います。あ、特にね、あの形から入ろうとかこれから本気でやろうという方には、はい、アパレル系もぜひ極めてみると面白いと思うので、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。番組の前半はディスクゴルフをやってみようと題しまして、T2 にお話を伺いました。ありがとうございます。 T2's Check。 このコーナーはあえて最新のディスクではなく旧作や定番ディスクの紹介をしていくコーナーです。はい、今回はですね、これも定番なんですがロックシリーズの紹介をします。はい、もうディスクの定番中の定番ですね。そうですね、定番だけに、飛び方など押さえておきたいディスクだと思うので、紹介をしたいと思います。はい、それではロックのステーブル表示を紹介します。スピード4、グライド4、ターン0、フェードが3になってます。はい、このロック定番中の定番のシリーズなだけに、スターロックであったりチャンピオンロックであったり KC プロであったり、DX だったりシリーズがたくさんあります。それなんですが飛び方は、とにかく安定していてストレートから若干最後に左に切れてくれるというミッドレンジとしては代表格のディスクになります。他にもねミッドレンジ、シャークやコブラなどいろいろなディスクがあるんですが私はこの1枚がまず、基本の一番自分の中でも定番ディスクとしてディスクゴルフを始めました。このレンジですとツヨティは何を投げてますか？ロックも最近買ったんですけど何ですかね。いや、ロックですね。やばい。ということでね、定番中の定番の1枚なのでロックも押さえておきたいディスクの1枚だと思います。はい、ちょっとすみません、一つ質問していいですか？スター素材とかいろいろチャンピオン素材とかいろいろあるじゃないですか、はい、それで飛び方ロックって変わるんですか？若干の変化はあると思います。全体の印象ですとどのディスクにも共通してチャンピオンディスクは最後に左に変えりやすいとか、うん、そういう、癖みたいな特徴はあるんですが基本的にはロックはどれも信頼の一枚だと思ってあんまり大きなブレはなくて考えてもいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、事務局長のリスクなんちゃら。このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるリスクの話題をお送りいたします。はい、雑談です。はい、よろしくお願いします。今回あの前回ウェッジの話をしましょうということで。本当にするんですか？お願いしますよ。だって、ね、予告しましたから2回にわたってウェッジの話を多分5回くらいずっと思いますけどこれだけやっぱあのウェッジの偏愛してる人っていうのも中にはいる。ウェッジ大好きなんですよ。何があの、ね、アプローチに使ってたんです、はい、でアプローチで短い距離もある程度長い距離も、はい、ウェッジは、ね、すごく使いやすくて、それでパターとしても使ってみようと思って、はい、使い始めたら、そっちの方がねコントロールうまくできる。なんかあのさっきロックみたいなスタンスのディスクっていう感じでいいんですか？まあ、ミッドレンジでも使えるんですけど、はい、
どちらかというと、まあ、パターでも十分使えるディスクですね。逆にロックでパッとする人っていないですよね。そういうわけじゃない。いないですか。いや、いますよ。いるの。いますいます。なんか合ってればいいってことですね。そうですね、自分がやりやすいのはいいんじゃないかな。逆になんかあの自分が使ってるダートみたいなパッド&アプローチみたいな感じでパッダートでパッドしてる人もいますよ。あ、そうなんだ。うん、これはねぜひウェッジおすすめ。はい、これだけねちょっとあのウェッジの話題に出られて、はい、ウェッジのステーブル紹介。キーツーチェックみたいですね。はい、ウェッジはちなみにスピード 3.5、うん、グライド 3、ターンマイナス3、フェード1なのでアンダー傾向の強いディスクです、はい、もう説明は終わってます、はい、このコーナーを聞いていただければって感じです。はい、そうですね、うん、なるほど。まあ、とってもね使いやすいんで、やっぱりねこの間関東オープン出たんですけど、はい、パッドがね入らないとどうしようもないです。はいはい、うん、そうですね。なんかいつもねよくパッドが勝負だ勝負だっていうのかな。そうですね、はい、パッドが入らないとスコアが、要はゴルフってパッドを入れないと終わんない競技なんで、はい、時間で終わるわけじゃないですからね、はい、なるほど。ということで、今日もウェッジについて語っていただきました。次回もウェッジです。もういい。これどうします、ウェッジもどこ行っても売り切れちゃう。それでね、あの次の計画、まあ、時間ないんですけど、はい、あの日本中のウェッジを俺買い占めようかなと。その微妙なグラム数とか、はい、全部それでどれが馴染むかって、なるほど。じゃあもうウェッジがなかったら飯村 T のせいだということで、はい、全国に。逆にウェッジなくなったらもう僕の競技人生も終わりということで、はい、ということで、うまい締めができたということで今週も終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。東京スタイリッシュスポーツラディオ、今回のテーマはディスクゴルフをやってみようと題してお送りいたしました。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。